何があったんですか。隊長、隊長、ティアマト聖域に入りました。さて、どう探すかだな。808号列車の救難信号は出ていません。消息を絶った地点は不明です。路線をたどっていくしかないか。時間がかかりすぎるわ。座標244、312だ。え、了解。座標マークします。でもその座標には惑星一つ存在していません。あるのは廃線になった空間軌道ぐらいで。ケフェイス小隊飛竜が移動を開始しました。飛竜から移動座標を受信。ポイント244、312です。やはりな。もしかして隊長はここに来たことがあるんですか。ローレンス隊長も。そうだ。それって俺とローレンスがシリウス小隊にいた時のことだ。お前の父結城渉る隊長の下にある。その座標に何があるんですか。行けばわかる。こんなにガードが硬いなんてどうなってんだ一体。なんて綺麗な星なの。ちょっと待てよ、この座標に惑星はなかったはずだろ。じゃああれは惑星ブルーローズだ。今ではその名を知る者すらほとんどいない。存在を消された星だ。存在を消された。やった、ブルーローズ事件。私の年は私の大切なものをこれ以上怪我させるものか。一人残らず消えてしまうがいい。ブルーローズ伯爵夫人といえば温厚な人柄で知られていたはず。それがどうしてこんなことに。あそこは宇宙でも稀な個人所有の惑星だ。伯爵夫人の気持ち一つで何が起きても不思議じゃないさ。しかし余計なことは考える。我々の任務は乗客の救出、それだけだ。ポルックス小隊が到着しました。よし、強行突入の準備。管理局からは慎重な対応を求めてきていますが。乗客救出に最善の道を尽くす。返信はそれだけでいい。我々は訳もわからぬまま救出作戦を遂行することになった。それで救出は成功したんですか。成功はした。だが、ブルーローズから無人戦闘機が多数接近中。何？あの時と同じか。どうして？もうあの星には誰もいないはずなのに。808号列車の識別信号を確認。ブルーローズからです。隊長、突入しましょう。待て、むやみに突入すれば。戦闘衛星強行突破は不可能だ。でも作戦は成功したんですよね。父さんは一体どうやって。ブルーローズから通信が。ん、忌まわしき銀河鉄道の者どもよ、私はブルーローズ伯爵夫人。バカな。貴様らが乗客の身を案じ救い出したいと思うのなら、その覚悟を示してみるがいい。一名のみライフを減らす。見事私の手から罪人たちを奪い返してみよう。何もかも同じか。じゃあ父さんの時も。そうだ、
結城隊長は今の申し出を受け、自らブルーローズに向かった。たった一人でな。一名のみ来訪を許す。見事、私の手から罪人たちを奪い返してみよう。デビッド、上陸艇を用意しろ。俺が行く。隊長！罠ですよ、これは。命を捨てに行くようなものです。救出する方法はこれしかない。ですが、ローレンス、やはり乗り込むつもりか。あ、バカな真似はやめろ。生還できる確率は 1% もない。あの時も同じことを言ったな。考え直してください。生還できる可能性は 1% もありません。無謀です。だがゼロではない。ならば行く価値は十分にある。我々の任務は乗客を救い出すことだ。あの時俺たちは結城隊長を止めることはできなかった。俺もお前を止められないと。自分の務めを果たすだけだ。くだらん、犬死にするだけだ。でも父さんは帰ってきました。希望はゼロじゃない。SDF ならそれにかけるべきです。父さんはきっと。知らないというのは幸せだな。え、教えてやれ、バルジ。確かに隊長は戻った。だが何があったんですか。一体あの星で何が。教えてください、結城隊長。隊長、事件は解決した。隊長！ブルーローズ伯爵夫人は死に、生き残った乗客が救い出された。分かっているのはそれだけだ。結城隊長は二度とこのことについて触れようとしなかった。ここは別の策を講じる。余計な真似はするな。俺は考え続けてきた。隊長のあんな顔を見たのは後にも先にもない。俺に行かせてください。俺も知りたいんです。父さんに何があったのか、父さんが何をしたのか。やはり親子だな。結城渉が通った道は結城学でなければ歩けないのかもしれんな。隊長、バカな。例の作業を急げ。了解。お前の覚悟がどれほどのものか試させてもらおう。見事突破し私のもとにたどり着いてみよう。話はそれからだ。どう思う、お母さん。前の男のようにここまで来られるかしらね。いいえ、来てもらわないと。そして今度こそ。ユキ君、くそ、こんなところで。父さんもここを通ったんだ。父さんの歩いた道だ。負けるもんか。よくぞたどり着いた。私がブルーローズ伯爵夫人だ。そんな。若すぎるとでも言いたいか。伯爵夫人は亡き母からこの星と共に受け継いだ称号だ。
お、不思議なことよ。前に来た男によく似ておる。結城渉の息子、結城学だ。そうか、母を殺したあの男の息子か。殺した。子は親に習うか。ならばお前も私を殺してみよう。私を殺さねば乗客は助けられぬぞ。女子供は切れないとでも言うか。偽りと欺瞞に満ちた銀河鉄道メガン。なぜだ、なぜこんなことをしなければならないんだ。お前たちが裏切ったからだ。裏切った。そうだ、お前たちはこの星を決して汚さぬと誓った。なのにどうしてくれるんですか。申し訳ないと思いますが、事故ですから復旧には全力を尽くします。やめてください、そのバラはとても大切なものなのです。ケチケチするなって。そうよ、こんなにあるんだから。そんなこと言われましても我々もやれることはやってますし。母は何度も何度も掛け合った、だが取り合おうともしてくれなかった。だから考えた。これ以上汚れないようにするには、元の静けさを取り戻すにはどうしたらいいか。まさかそれで乗客たちを。その通り。そして二度と銀河鉄道が来られないようにすればいいのだ。銃を抜いたか。どうする気だ。撃って。さあ撃ってみよう。俺には撃てない、撃てません。愚かな、親にはまだ及ばぬか。許してくれとは言わん。私は撃つのか。約束を破り女子供までも手にかけるのか。それが銀河鉄道というものか。どうした、撃たぬのか。私は乗客を守らねばならない。だがこの引き金の重み、一生忘れることはないだろう。父さんが撃った。君みたいな女の子、父さんが。わからぬか。どうして。あ、でも俺は。ならば死ね。戦闘衛星へのハッキングは順調。全機能停止中。ガーディアンシステム沈黙。ビッグワン808号を確保。これを予測して準備を整えてきていたとは、さすがだな。あれからずっと考えていたんでしょうか、この日のこと。そうかもしれんな。お前の父はとどめを刺さなかった。だから母は息のあるうちにこの体に。でも今度はダメね。私が死んだらあのバラたちの下にお母さんと一緒に。虫のいいお願いね。母は多くの乗客を殺した極悪人だものね。すみません、謝って済むことじゃないけど。まだあなたには重すぎるのかもしれないわね。父親が。北斗夫人。惑星ブルーローズの機能が完全に停止しました。終わったな。伯爵夫人の訴えを真摯に受け止めてさえいれば、あんな事件は。銀河鉄道は組織だ。
一個人の要望に左右されるものではない。しかし組織の規約を破ることはできん。それで闇から闇ですか。あの事件がなければ封印すらされなかった。それは確かだ。死をかけた抗議か。でもやり方を間違えてしまった。きっと伯爵夫人は撃たれたかったんだろうな。自分を手にかけさせ銀河鉄道に永遠の罪を背負わせるために。雪隊長にはそれが分かっていた。あのバラの青は悲しい青ですね。俺はまだ父さんに及ばない。目を背け、封印しても過去は消えることはない。癒されぬ傷として永遠に残り続ける。青いバラが決して枯れることのないように。See you.